ラグビー見た。いや、ラグビーですよ、それはもう。めっちゃラグビーみんな喋ってるでしょ。まあ、それはラグビー喋るでしょ。俺、相席のケイちゃんとラグビー喋るのが一番楽しい。二人ともよく分かってへん。でもなんか、うわーすごいよねみたいな、そのよくは分からないけどすごいよねみたいな。勉強から入っていくタイプな。いや、ルール全然分からへん。でもよく分からへんねんけど、あれさ、終わった後さ、ボール蹴り出したいのにさ、まだやったろみたいな感じなの。いや、だから あっこで男気が出るあれ、なんか俺は分からんで、あれなんなん。いや、その自然に出るまで俺たちは戦ってるんだっていう。サッカーやったらさ、うわ、終わりや、ケントロバコン蹴って、おれ、お疲れさんみたいな感じで。いや、まあ確かにな。あれちょっとやったろってなんなん、あれ。いや、まあやったろっていう、だからそこの男気みたいなやつはあるんやろ。どんだけ点差離れててどうしようもなくても。精神がわけわからんすぎる。そのさ、かっこええの、かっこよすぎるけどさ、今の現代スポーツでそんなことよ、とにかく勝てっていうのにさ。まあまあ確かにな、シンプル。ラグビーだけがさ、ちょっとまだこいつらとやりたいな、ちょっと来いよみたいな。でもさ、この間の最後だけはさ、この間やったんが、南アフリカね、そう、最後その感じになったよ。もう南アフリカ出したら終わりやのに、そうそう、俺はちょっとやったろかってなったけど、なんかまあまあもうこれで。そう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 、まああんま盛り上がらへんなってなって、バーンって蹴った感じある。なんかそうやろ、そうやろ、もうちょっともういっぱい行くぞーっつってやって、あの感じないやったなー、もう出そうみたいな。いや、なんかまあ笑いライブの感じだったよ。そうそう、ここもうちょっと受ける思ってゴリゴリ行ったら、ああもう無理や、どうもありがとうございました。そう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 、アドリブでやったら失敗したから、どうもありがとうございましたみたいな。いや、あれはちょっと面白かったね、ああいうのも。